G-SHOCK。 おお。懐かしのタイトルだよね、今のね。エディです。ママです。古田です。リコです。最強クイズ王集団カプリチオチャンネルです。よろしくお願いします。します。 G-SHOCK って言ってましたね。言ってましたね。はい、 G-SHOCK クイズ。G-SHOCK クイズ。G-SHOCK クイズ。イズ、イズ聞こえなかった。全然イズを言ってなかったよ。辞書クイズってこと。はい、うんうん、今日はですね、辞書のこの見出し語の、うん、2番目以降のものを読んでいくので、はいはいはい、それが何という見出し語かを当てていただこうと。なるほど。その、まあ、順不同で、まあ、そのこっちでちょっとマイナーなやつから順番にね、はいはいはい、話しますので、はいはい、分かったところで早押しボタンを押して答えてください。はい、ご答したら、誰かがご答するまで休んでいただきます。はいはいはい、それでは早速やってみよう。はい、はい、ではいきます。第1問、うん、丸二の意味、うん、柔道の手技の一つ、体を低くして片手で相手の片足を抱え肩の上に肩車。よっしゃー、やったー。柔道力わかったな。でもね、なんかね、あるよね、肩車ね。はい、肩の上に担ぎ上げて投げる技。はい、はい、で一番の意味が人を両肩にまたがらせて担ぐこと。はい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 、ね、ああこの2パターンだった。はい、肩車が正解だった。なるほど、やったやったやった。まあ、こういう感じでございます。はいはいはい、いや面白い面白い。カーフキンを見てるから。あ、まだそれだわ。その辺だ、それだ。風車、風車、風車、風車来るかもしれないね。確かに1個しかなくない。風車。あ、今調べてくれてる。あー、結構意味ある。あるんだ。うん、あるんだね。気になるな。うん、なんか、風車っていう植物があったりして。はい。はい。では参ります。よし。丸四。うん。ある語に関して、似て非なるもの、劣るものの意を表す語。語。また、癒しめ軽んじて、くだらないもの、無駄なものの意を表す語。ある語に対して、アルゴに関して、関してか。丸に、うん、密かに人の隠し事を嗅ぎつけて告げるもの、回し者、患者。患者、見るもの。いや、うん、間のもの。間のもの。なんか告げ口する人みたいな、なんか、うん、ねえ、そんな人いる？そんなことを表すことある？私2番なんですよ、もう。丸三、うん、犬を追う者の略。え？犬？正解。うわあ、確かに社会の犬とかなんかそういうちょっと、なんでしょう、俗語っぽいのあるけど、どこの犬だとか言ったりするね。確かに。はい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 、はい、なんか丸四はなんか犬死にとかの犬のことらしいです。はい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 、そういうことか。ああそういうことか。はい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 、はい、で丸一が猫目犬かの哺乳類、うんちな感じだったので犬が正解。犬ね。やっぱね、飼ってますから。確かに。あいつ犬強いからなみたいなこと言うんですかね。俺はヤブと傘だね。いや俺はもっぱら犬だよ。汽車三つ者の話をね。鎌倉時代はみんなしてた。略して犬というらしいです。そ、その鎌倉時代の文化のことを辞書に載せなくてもいいのよ。それ、ね、犬を者の略絶対もっとあるだろ、略してるもんね犬。ではどんどん参りましょう。はい、問題、丸6。あら多いね。多いね。文章、映画などの全体的な表現の仕方。なんかふんわりしてんな。丸三、うん、手を出すこと、手出し、関与。表現の仕方。なんかだいぶね、三、うん、と六で違うよね。丸四、はい、ピアノ、タイプライターなどのキーを押すこと、またその押し方、打鍵。打鍵って言いかけた、危ねー。そうそう。そうそう、いやいやいや、言うかな、言うか。ピアノはタッチって言うんですよ。あ、そういう弾き加減みたいなこと、うん、はい、強くとか先生が言うんで、そういうことか。それでなんとなく来ましたね、うん、ピアノやってるんですもんね。あ、ピアノずっとやってました。そうか、で、タッチタイピングとか言うもんな、うん、そういうことか、言うわな。で、絵画のタッチとか、はいはい、言うね、はい、はいはいはい、はい、でまあいろいろあるんですけど、野球で走者をアウトにするために野手がボールを持って走者に触れることを、これね、触れることと別に立候補されてるのがなんかすごいなって、うん、そうだね。手出しすることを、はい、のタッチとは、まあ、タッチしてないよ、うん、ということで、おみやの正解。いやー素晴らしい。な
なんか自分に縁があるものを取れると嬉しいですね、うん、確かにピアノは俺たちやってないとあんまりタッチってパッと出ないやん、うん、ピアノに犬になんだ、ね、はい確かに。お、ももクイズだこれ。ももクイズ、これドッキリ。もしかして。いや、ももさんが自称女の可能性がある。私持ってるんですよ、でも同じやつ。AT さんが持ってるの。この広辞苑が入ってるやつ。はい、XDSX2万ってなんかだいぶ高いやつですよ。あ、いいの。プレゼントでいただいて。あ、いいの。野鳥図鑑とか載ってる。いいの。そうそう。なんか絶対これ使わねえだろってのがたくさん入った。いや、じゃあ俺がそれを使うよいつか。はい、では参ります。はい、丸八、うん、八まわたのいいか。稲の在来品種、北海道の初期稲作の拡張に貢献。初期って相当知らないぜ、これきっと。今知ってる米の種類じゃなさそう。うん、丸六、うん、アルゴに添えて親しみまたはあざけりの気持ちを含めて人を表す。私丸九、花札の月の20点札。坊主。うわー、なるほどねー。はい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 、はい、釣りで魚が一尾も釣れないこととか、男の子を癒し目または親しんで言うを、頭部がハゲているものなんだそうですね。あれ一番最初なんだっけ丸八。稲の在来品種。それは分からんな。桃クイズの可能性が。花札わかるんですか。花札わかります。あ、そう。なんてこったい。これ本当にそうかもね。知らなかった。確かに桃さん花札わかるわ。知らないですよ誰も。確かにおじいちゃんとよく花札やってたんだね。そうか、なんたら坊主っていうわね、人のことをね、はい、うん、おじいちゃんあの20点札、あのススキなんですけどね、うんうん、坊主って言ってましたね。言ってましたね、うん、なるほど。じゃあいきます、問題。うい、丸九の丸い。うん、なんだろう、色派順じゃん。すごい、さらに最高。あいうえおです。あいうえお順か、2個目を読んでるね。矢を持ったエピラを数えるのに有効。エピラ。何の話をしてるの。丸七、うん、和歌の第三句。はあ、いや、エピラが挙句、挙句の果てにのね、うん、いやでも、うん、もっと多そうだったもんな。なんか丸五、弾力、粘りなど。弾力。丸三、建物、建具などの中ほどから下の部分、また器物などの台脚の部分。いやーもうちょっと足。うわ、土台。これね、これ分かってたんだよ、これ腰だ。やったー、よかったー。そうか、分かるから5個あるうちの真ん中ってことね、第3区ね、はい、腰って呼ばれるんだわ、はい、ね、もう弾力で言えば腰が強い、はいはい、ですからね、面の腰、はい、うん、ということでね、1番が人体の脊柱のハブでうつら感想ということで腰が正解。なるほどね。いやー、誤答した後に分かるっていうクイズあるあるみたいな。弾力ってそういうことかよ。弾力ね。私リコさんと同じタイミングの時に足って答えようと思って押しちゃったので、もう縦部のやつは足っぽかったですよね。うん、ではいきます。丸七、うん、活字や書いた文字などが乱れる。意味としてはそんなに難しくないけど、うん、7よ、うん、7だから、ま、だ7なんてダメだ、うんうん、だってね、エピラが矢を持ってたから7は。北海道の坊主もちょっと分かんなかったしな、うん、かんなかった。丸6、うん、人の意のままに行動する。丸4、うん、喜び、驚き、発奮などで動悸が激しくなる、ワクワクする。うん、なんだこれ、人の意のままにやってワクワクする。で、字が乱れる。字が乱れる、それ全然知らないですよね、ほんとね。丸一、あ、いきなり、手、足を上げなどして跳ねる、飛び上がる、跳ね上がる。一、まあ、あとはあんまりなんかそのヒントにならないのと、そのなんかそのものの言葉が出ちゃった。飛ぶ。うわー、いやー、やばい、ちょっとこれ答えたいけど。でもあとの日だし、そのままそのものの言葉が出ちゃっているので、じゃあもうちょっとみんなこれを今まで出たやつを整理して答えに行こう。はい、
活字や書いた文字はまだ乱れる、はい、人の意のままに行動する、うん、喜び、驚き、発奮などで動機が激しくなる、うん、手、足を上げなどして跳ねる。うわ、あ、ダメだ、私今跳ねるって言おうとして跳ねるって出ちゃったからダメです。踊る、やったすげえ。やったぞ、その丸一の言い方よ。はい、ということでね、うん、まあ、ダンスとかのね、踊るがね、はいはい、出てきました。そういうことね、そっかー、はい、で、まあ、マリオンだとね、その希望に腕が踊るみたいなことと、はいはいはい、ね、ね、まあ、その黒幕に操られて踊っている、あ、はいはい、踊らされる言うね、はい、なるほどね。で、あとは、まあね、字が踊っているっていう、そういう風に言うんだ、いらたちのことも言う。へぇ、ごとうして落ち着くと分かるやつあるもんね。浦川さんが分かってるオーラが出てきたから、あんまり軽々しく押せない。そうなんですよね、解答権戻っちゃうからね。いや、じゃあこれむずい。はい、はい、じゃあ参ります。まだ出た、はい、よし。丸さん、うん、範囲に入れること、含むこと。範囲に入れること、範囲に入れること、でも含むじゃないよね。丸に損失、不足、失敗を補うこと。丸4、スポーツで味方選手の動きにより手薄になったところを補うこと。カバー、やったー、英語、英語ちゃった、英語だったはい、丸5、すでに発表されている楽曲を別の演奏から演奏するかね。そうか、はい、丸1、物を覆うもので、なるほど、はい、カバーがやったぜー、語彙力あるね、語彙力あるわ、うん、日本語から飛び出すのがめっちゃ難かったね俺、カバウまで行ってなんか違うなってなって本物の枠を超えれたらね。辞書の順番的には相当近いところページはめくってたからね、カバーのカバウの。はい、じゃあ次の問題なんですけど、うん、ちょこれはなんか丸一の方がちょっとマイナーなんで、そんなことある、丸一かとして、はい、わかりました、はい、丸一、うん、江戸時代勧善懲悪の糸から作った曹操寺の挿絵に人の顔を丸く描き中に悪の字を。悪玉、よっしゃー、やったいやー、クイズで聞いたことあるぞ、嬉しい、聞いたことあるわ。はい、丸く書き、悪の字を記して悪人を表したもの、はい、丸二が悪人の役または悪事をするもの、はい、悪玉が正解。やったぜー、江戸時代そんなものがあったんですか。あ、そうなんですよ、まあ、その、まあ、善玉悪玉の語源ですね。語源、はい、これは知識で知ってたので、あとはもう善なの悪なのって思ってこう聞いてましたねよかった、では参ります、よし。丸六、うん、具体的に名を挙げずぼかして指示するのに使う語。ぼかして指示、指示するのに使う語、つながりのある方面、関係のもの。丸四、物語、小説、劇などの話の骨具。筋、やったすっげー、はい、何だこれ、はいはいはい、丸六はまあね、その筋から、ね、確かな筋だね、はいはい、言うね。で、4番がその芝居の筋、はい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 、あらすじとかの筋、はい、言うね、あらい筋、あらすじ、はい、でも他にもなんかいろいろね、その細長いものとか、その囲碁将棋で、その手の進み方みたいなのが、ね、あるんですけども、はいはいはい、丸一の筋肉なんで。お、そうなんだ筋は筋って言わないよ、ね、ちょっと筋鍛えてるからさ、今やんないからねこれ問題終了、はい、じゃあ結果ですけども、うん、リコ0ポイント、ふるかさん6ポイント、モーさん3ポイントで、やっとふるかさん以上です。嬉しい。すごいクイズっぽくて、うん、俺たちはなんでいつもマジカルバナナとか AT の絵が何かとかを当ててたんだろうって疑問がこれで よかったんだよ、本来そうですよね。そうそう、これを毎回でもいいくらいなの、うん、まあ普通のクイズもやっぱおもろいなと改めて思いましたね、ありがとうございました。いや、桃クイズかなって思ったんですけど、前半その傾向ありましたよね全然違いました安心しました。個人的には結構国語は得意だったはずなので、うん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 、辞書も持ってるので、そうだ、ちょっと成長してもう一回古川さんに挑んでみたいなという気持ちがあります、うんうんうん、楽しさを味わう前に古川さんが強すぎていや、とにかく早かった、ね、とにかく早かった、うん、どうしようもなかったな、マジで。なんかクイズやってるぐらい負けた
普通クイズ的なね。ねクイズやってるぐらいで負けたから。どうなんですか、名言でこれ続きやれるんですか。ちょっと余り問題じゃあ、名言の方で。おお、やるか。いいね、やりましょう。ということで、ちょっと気になる方はぜひメンバーシップ登録よろしくお願いします。お願いします。以上、本日のハッピーターでした。高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。